輝け小泉進次郎さん、ライドシェアの解禁に向けて超党派の勉強会が発足。ライドシェアにまつわる誤解をしっかりと解きほぐしていきましょう。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。11月の14日にこちら収録をしておりますけども、先ほどですね、超党派、自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党、そして日本維新の会の5党の、かなり、そうそうたるメンバーが集まりまして、ライドシェアに関する勉強会が発足さ、勉強会を発足させることになりました。で、今日はその準備会ということで、先ほど打ち合わせをやってまいりまして、ものすごい数の、マスコミ来てましたね。すごい注目度でございますけども、まあ、いわゆる座長的な仮座長に小泉進次郎さんが、ね、なりまして、で、日本維新会からは遠藤隆国対委員長、そして、立憲民主党は馬淵さん、で、国民民主党は伊藤孝恵さんと、まあ、こうしたような、メンバーが中心になってですね、この勉強会が発足をいたしました。で、なかなかですね、この政府自体はですね、このライドシェア解禁に向けて重い腰が上がらないわけですけども、ここは立法府、議会、国会サイドからですね、突き上げていこうと、まあ、いうことが、まあ、一つの機運を高めていこうということが、もちろん目的の一つにはなるんですが、まあ、今回ね、この今先ほど私の準備会参加させていただきまして、まあ、一応目線合わせというかしてきたのは、まあ、これはなんかあくまでこの、まず勉強会なんであると。で、ちゃんとこのライドシェアに向けた論点を整理していきましょうと、まあ、いうようなことをですね、ちょっと認識をみんなで、まずこの準備会のメンバーで共有したところであります。というのはですね、もちろん私はもうライドシェアの解禁派の、まあ、ある意味急先鋒なわけですけども、なんかライドシェアについてはものすごい誤解も生まれていて、もうライドシェアが来たらもうタクシー業界が全部なくなってしまうと。もう壊滅的打撃を受けて、タクシー業界は立ち行かなくなってしまう。だからダメなんだっていうようなことで、やっぱり基本反対運動が巻き起こるわけですけども、これは小泉進次郎さんが今日の準備会でも言ってましたし、先般メディアでも発言されてましたけども、ライドシェアだけがあってタクシーがない国っていうのはほとんどないわけですよ。基本的にないわけですよね。で、タクシーだけあってライドシェアがない国って、まあ日本みたいな国はありますけども、ライドシェアがじゃあ解禁されたからといって、タクシーが全て駆逐されて、その存在意を失うかといったらそんなことはないわけで、この間もちろんチェコもそうですし、ワシントンもそうですし、ライドシェア非常に便利なんですけども、それとは別にタクシーというものを、それはそれぞれ別に存在すると、まあ、いうことですから、このあくまでこの今の社会課題解決するための一つの手段としてライドシェアというものがあって、それはどうしても今のタクシーだけでは賄いきれない部分があるので、そこに対してやっぱライドシェアを当てていくというこの住み分けということも十分考えられますし、じゃあそのためには何を、どんなルールを作っていったらいいのか、まあ、そして今なんか特例的にですね、まあ、今の法律を拡大、まあ、ちょっと一部、解釈を変えたりとか制定を変えたりとかで、ライドシェアを一部解禁していくと、限定的に解禁していくという動きが出てきてるわけですけども、結局そういうなし崩し的にライドシェアをやっぱりこう解禁するよりも、ちゃんと新しい法律を作って、で、規制もしっかりかけて、ライドシェアやるためにはこういう条件が必要ですよ。で、こういう業者さんもこういうことやってくださいね。で、利用者さんもこういうことを気をつけましょうっていう、ちゃんとこうルールを作った方が、結局のところ安全性が担保されるんじゃないかっていうこともありますので、まあこのライドシェアの勉強会は、その新法を作りますと言って発足するわけではありませんけども、論点整理。じゃあライドシェアっていうのは一体いかなるもので、そして導入にはどういう課題があって、導入する後はどんなビジョンが、どんな社会が待ってるのかっていうことをちゃんとですね、みんな共有して、賛成派も反対派も参加できるような勉強会にしていきたい、まあ、いうことで発足するものでございますので、まあぜひその辺はですね、しっかり私たちも、まあ、維新だけでやるとね、我々もライドシェアのかなり急進的な解禁派ですから、そう思われてしまっても仕方ないんですけども、今回はその自民党の、まあ、改革派といわれる小泉進次郎さんや小林さん、とかですねが入って、そして、まあ、党としては慎重な姿勢を示している立憲民主党や国民民主党からもですね、この議員の皆さんが入っていただいて、まあ、ある意味ややニュートラルなして、まあ、ニュートラルなるというと、いやお前ら解禁派だろってどうしても言われちゃいますけども、まあでもその必ずしも前のめりにライドシェア解禁するんだ、法律を作るんだということではなくて、 まずはしっかり論点整理をして、で、賛成派の人も反対派の人も折り合える一点を探していきましょうと、まあ、いうようなところも含めてですね、今回これを発足させていくということでありますので、まあ、ぜひマスコミの皆さんも含めて、この動き注目していただきたいというふうに思います。で、まあ、冒頭申し上げましたけど、すごいメディアの数でですね、で、やっぱりこの小泉進次郎さんっていうのはね、敵に回すと恐ろしいけど、味方にするとその頼もしいと申しますかね。やっぱ発信力ありますからね、このやっぱサーフィンの時の処理水のですね、風評被害払拭で、サーフィンした時も、いやー、兜を脱ぐわって思いましたけども、やっぱこう小泉さんがバーンって発信するとメディアがガッと集まって注目とか
注目度が高まるっていうことはね、これはもうやっぱりもう彼の力だと思いますし、それは本当に、ね、羨ましいなとも、もう本当正直思いますしね。で、その影響力をしっかりと、いい方向に我々もか、まあ、ある意味活用させていただいているというか、まあ、協力しながらですね、このライドシェア解禁に向けて、もう地域課題の解決に向けてですね、しっかりと動いてまいりたいと考えておりますので、ぜひご注目とご視聴が弁達、そしてこの YouTube チャンネルには、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日のVlogとさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。